こんにちは、ナミです。今日は第2弾、ニッシーさんが考えてくれた企画をやりたいと思います。何ですか？はい、前回ナミちゃんが練習場でマッスルバックのアイアンを見事に使いこなしたと思うんですけど、それをコースでもやっていただきたいと思います。またマッスルバックそれしか知らんやん。コメントいただいたじゃないですか、はい、コメントの中で、いやクラブはコースで使えてなんぼですよみたいなやっぱ関西人なんや、やっぱなんぼやでって来てたですよね、うん、見た。それをちょっと私使えるんですよっていうところをちょっと見せていただきたいなと思って。いや、あの難しいからコースで使うのって、はい、あの練習場とコースが違うのは分かってる、はい、そのコメント見た瞬間分かってるわみんなって思っちゃって、はい、まあそうだね、さすがにまあちょっと、はい、難しいとは思うんですけど、めっちゃむずいと思う、まあ、もしかしたらナミちゃんちょっと使いこなせる可能性もあるんじゃないかなと思ってちょっと見たいなっていう。この間もハーフ あのシミュレーションゴルフでラウンドで、あれスコアいくつでしたっけ？あれは46ですね。いや、あのギリギリちょっとこう優しさを出したっていう最後の最後で、はい、45だと僕が上げなきゃいけなかったですもんね、うん、そう、今日も決めてくださいよ。嫌です。嫌ですじゃあ50切ったら、はい、あ、じゃあこれでいいよ。ガーミン、うん、S62 を取られる。はいどうします？え、じゃあ逆に切れなかったらどうするんですか？切れなかったら、はい、じゃあ、あの GPS のやつ残りの分買うよ。あ、センサーですか？そうなるほど。今3つしかないやろ、残りの11個買ってくれると。はい、なんで身内でこんな掛け合ってるとかちょっとよくわかんないですけどそれでいいですか？いいですよ。7万円と2万円ぐらいの かけごとやけど、なんと地獄なんですけど。でも50切れることの方が可能性が低いから、だって100切ったことあるのがあの3回4回ぐらいやねんで、勝つ確率が高いってことですね。そう、はい、まあ、であったら確かに7万と2万でもいいやろ、いいかもしれないですね。頑張ろう。乗せられてる気がする。いやマジで燃えてきた超楽しみ。マッスルバック1人ラウンドやろ、はい、貸してや。あ、いや使います、うん、あ、いいですよいいですよ。やった、はい、はい、じゃあやってみますか。はい、じゃあそんな形で、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速やっていきたいと思います。1ホール目はパー5です。ドライバーもメンズで、ニッシーさんなんか変えたらしくて、シムで今日やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。うしょー、めっちゃいい。めっちゃいいやん。ナイス。めちゃくちゃいいショットでしたね。うんうんうん。よかったです。すごい。ナイスです。まあ今日は50以下だと、はい、これをいただけるということで、はい、頑張りたいと思います。今日は、あ、なんかなと、クラブ選択。あ、これでそう、打ったクラブを選ぶんですよね。なるほどね。ドライバーってだと今なんかおしまい。そういうことか。はい。なんかニッシーさんがつけとうとこしか見たことないから、実際つけてみたら、はい、なかなかのいかつさね。ナミちゃんのやっぱ手に対してこうでかいっすよね、時計がね。ね、でなんか気になるかなと思ったけど全然気にならない。あ、軽いってことですか？うん、軽い、売ってて嫌な感じしないです。なので今日は頑張って勝ちに行きたいと思いますあのガチで取りに行くパターンだよ。ガチで取りに行くパターンです。完全に守りに入ったゴルフしますどういうこと？守りに入ってゴルフはい、何も攻めない。攻めない。あのいつもやったらそのおもろいやんみたいな感じで攻め続けるタイプなんですけど、はい、今日はちゃんとゴルフをしていきたいと思いますガチのナミちゃんのゴルフが見れると。そうですね、カメラ関係なく、はい、本当に守りに入ったゴルフでしっかりと決めていきたいと思います欲しいもん普通に。じゃあ見ますわ。はい、とピンまでどれ？なんかいっぱい290ってこと？そうです。で、290押してもらっていいですか？え、そしたら高低差が出るんですよ。矢印出たでしょ。どれが高低差？で今これが高低差込みだから、うちさっき290だったのが打ち下ろし入れると275ですよってことですね。わかりました、うん、じゃあ275ヤード。へえ、じゃあ結構打たなあかん。でもニッシーさんのユーティリティ使えへんもんな。そんなことないんじゃないですか？使います？重いっすかね、あれ。そうやんな、はい、5鉄の波やってみる？まあ、ちょっと定着させたいですよね。うん、5鉄の波やってみましょうか。やります。先攻めへん言うたとこやな
攻めへん言いながら5番持って回るところがねやっぱ寝れちゃうんですよね性格が見てくれとう人が多分アホやん思てるで。では後鉄で行ってまいります。はい。あー止まって、シャンキュー。やっぱり難しい、難しいです。どっちでもなんかそれ言っていい、なんか暑そうやな何この入れ物、めっちゃ暑そうちゃう、かわいそうなんやけど。あったかい季節なのに。そう、そんなニットの入れ物つけられちゃって。そう、かわいそう衣替えしてあげてやだからこの子ずっと左くやねん。あー、擦れてるってこと。そう、まさかの。だって扱いひどない。なんでですか。絶対暑いもん、見てるだけで暑苦しい。なんかナミちゃんってちょいちょいクラブ擬人化してきますよね、なんかいや、だからそれぐらい道具を大事にしなあかんってこと西さんのがよっぽど大事にしとると思うけどじゃあこういう時は安全に出しましょう。そうですね。9番で出します。9番で、うん、ナイスアウト出ました。今のが何だっけ、はい、9番ですね。9番。はい。ニッシーさんの携帯で後で見れるん？あ、見れますよ。はい。今ね、あ、残り210ヤード。はい。言うの忘れてた。ですね。3番ユーティリティで。3番ユーティリティ。でしょー。ちょっと右だけど大丈夫。やだー。越えろ。あら。あ、でも出た。出ました。B 出た。木に当たって？バンカー入って出た。すごい険しい道のりを歩んでいただきました。忙しいですね。はい。では3番アイアン。じゃないです。ハイブリッドってやつ。あ、OK です。間違って5番打っちゃった。まあいっか。そう、これな。それ倒せなかったりするんですよね。何打打ったってどうやってわかるの？あ、現在どうですか？うん。それはわかんないです。あ、自分で数えるの？数えてないとダメですね。ダメか。うん、じゃあ 1,2,3,4。はい、ここダメ。次5ダメですね。はい、わかりました。ニッシーさん、決まりましたね。言っちゃっていいんですね。決まりましたね。じゃあ誰とは言わん。はいはい。誰とは言わへんけど、はい、決まりましたね。ついに、ちょっと大型コラボって感じなんですかね。はい、そうですね。初めてのゴルフ YouTuber の方とコラボです。そうですね。うん。74。はい。あ、じゃあ58でやります。お？グリーン間違ったね。ナイスオン。そう、実はね、ゴルフ YouTuber の人に、あ、この YouTuber の人とコラボしたいなっていう人がいて、はい、で、ちょっとオファーを出させていただいたんですよね。はい。そしたら心よく受けてくださいまして、まだ誰とは言わないですけど、コラボが決定いたしました。イエーイ。ちなみに関東ではございません。お。ね。そうですね。はい。なので、私のイメージでは、うまいし、おもろいし、はい、なんていうの、コンビ？それを言っていいんですか？トリオですか？トリオ。うまい。何？多分止まりますよ、これ。ナイス。すごい。クラブ？今のはナミちゃんの技術じゃないですか。ああ、ありがとう。俺のパターです、それ。じゃあ、一ホール目は。一ホール目はちょっとやってみます。はい。優しい。なんか、まあ、パター違うと距離感わかんないですね。よかった。ナイスイン。6、7、8、トリだ。トリ。はい。まあまあまあ。まあまあまあ。はい。マッスルバックはやっぱ難しいでっていう、ゴルフ女子なんかには使いこなさへんで、どやってやりたいんでしょ、はい、めっちゃ俺性格悪いやつなんじゃない。1ホール目はトリでした。はい。やっぱ難しいですね。そうですね。はい。やっぱアイアンの、アイアン、まあ、全部ですけど重さを感じてるんで、うん、ちょっとリラックスをしてぶちかましていきたいと思います。結局ぶちかます。じゃあ2ホール目、はい、パー4、はい、頑張ります。はい、お願いします。今平さんでいきます。お、今平とクラブを短く持ってリラックスして振ることである。ちょっと低いけど、うん、大丈夫。いや、風があったんで。あ、
低いとあえて？あえてあえて。今平さんプラスなんかタイガーのスティンガーショットみたいなやつですね。そう。まあね、飛距離は置いといても低めで行った方がいいかなって。はい、そうですね。意味ないやん。確かに矛盾してる。本当に。やっぱシムはまだちょっと分かり合えてないところがあるんで、はい、今日初めて会ったんで、はい、これから仲良くなっていきたいと思います。そうですね。シム女ですね。シム女っていうの？いや、僕が今思いつきました。やばくない？シム女ってなんかありそうじゃないですか、なんかシム女。シム女。シム使ってる系ゴルフ女子、シム女。そんな人ほぼおらん。いないっす。でもこれからフィッティングして、何女になるかわかんないんですけど。そうですね。何以下の女になりたい。え、なんかナミちゃん好きなゴルフクラブのメーカーとかあるんですか？今オノフ使ってるじゃないですか。使ってますね。ないよ。でも私はドライバーはピンの音が好き。え、そうなんだ。残り212ヤードで、はい、3番 UTT で、はい、左に曲げます。それ、俺でしょそれ。ナイショーナイショー、まっすぐ、ええやん、いいっすね。コロナ生活何してたんですか？何してたんですか？こっちを聞きたい。いや、私は、はい、まあね、撮りためがあったんで、はい、撮影はできんかったけど、はい、編集しつつ、はい、ハンドラー見つつ、はい、編集しつつ、はい、キングダム見つつ、はい、編集しつつ、鬼滅を見つつ。もうあれですね、映像付けの日々だったんですね。そうですね、 YouTube ももちろん毎日見ておりますが、はい、はい、ゴルフ YouTuber さんほぼ見た気がする。あ、そうなんですか。結構見た気がする。へえ。ね、やっぱりゴルゴルゴルピアール正解。84です。ハーフスイングとかちょっと短めに持つとかでも全然いいと思います。じゃあ今平さんで。いや、ずっとほぼずっと乗りそう。あー、ノーキック。ノーキックってかキックする方間違ったよね。ね、左にキックしましたね今。うん、でもパターでいける。いけますか？私はパター。何してたっけ。そう、私は映像を見まくりました。はいはい。で、食べ物をいっぱい食べて太りました。はい、弱いね。ちょい弱。なんででしょうか。あー、きた、惜しい。 OK です。もったいないことしました。ってことは6だ、ダボ6。じゃあ徐々に縮めていきましょう。ですね。焦らない。かわいい。今何をやってんのかな。かわいくないですか。かわいいですね。ね、今日のウェアに合う気する。今日はセントアンドリュース。セントアンドリュース、これの名前はホアピリです。ホアピリ。はい、ホアピリ。ホアピリ、これもセントアンドリュース。じゃあ行きます。はい、さっきのホールはダボでした。はい、次は3ホール目いきます。はい、パー3ですね。はい、よいしょ。5。あー、短いか。うん、え。なんでこんな短いん。結構短かったっすね。9番アイアンだよ今。多分ちょっと当たってないです、クラブに。え、そのフェースの跡残ってないですか。なんか上の方に跡ついてますね。当たってるでしょ。それ止まないですよ、全く。そうなんや。そう、残り35ヤード。はい、58番。で、58番。なんで58度。お、いいキック。めっちゃいいキック。ナイス。ちょっと行き過ぎたけど、うん、良いキックをいたしました。スピン入るに越したことないと思うんですよ。本当ですか。うん、強めに打ってもボールが止まった方が。そうですよね。狙いやすい。でもスピンせえへんの計算の上で飛ばしてるはずやのに、でも行き過ぎてるから。怪力。怪力です。入れ。あ、うわ、惜しい。ナイス。ナイボ。いいじゃないですか。ナイボ。徐々に縮めております。